それではインテグラ見ていきたいと思います。外装から見ていきまーす。まずフロントバンパーですね。右前ですけれども、結構ね、綺麗なバンパーで、ツヤもね、ありますね。下の方も大きく擦ってるような感じは見受けられないですかね。リップ部分も、まあ、ちっちゃい飛び石傷みたいのはね、ちょこちょこっとありますけれども、綺麗ですね。エンブレム周辺も、こんな感じで綺麗な状態です。そして左前。左フロントも特に気になる傷は見当たらないですね。綺麗ですね。で、ヘッドライトもですね、左右ともクリアで綺麗な状態です。続いてボンネット。へこんでるところは特に見当たらなくて、ツヤもあって綺麗ですね。特に気になるような傷も見当たらないですかね。もうほんとこういうちっちゃい飛び石傷が少しあるかなっていうぐらい。そんな感じです。続いて左側面見ていきます。フロントフェンダーですけれども、特に気になるような傷は見当たらないですね。で、左フロントのホイール。ホイールも結構綺麗ですね。ガリ傷は特に見当たらない感じです。で、キャリパーはもうね、クリアが剥げてきちゃってる感じですね。あとこのホイールキャップのホンダエンブレム。これもちょっとね、色あせてきてる感じですね。で、タイヤは、溝まだ結構ね、残ってるんですけど、結構ね、ひびが入ってきてまして、ミシュランのね、パイロットスポーツ4ですね。入ってます。これちょっとね、ソフト交換時期ですね。ドアミラーの方は、ちょっと薄い線傷が少しあるかなっていうぐらいですかね。で、助手席側のドアですけれども、特に気になるような傷は見当たらないです。で、サイドステップ周りも綺麗な状態ですかね。ちっちゃい飛び石傷があります。こんな感じですね。で、リアフェンダー、傷じゃないんですけどね、なんか磨いたら落ちそうな感じですね。でもリアフェンダーもね、綺麗ですね。で、ルーフサイドも色褪せは特に出ていない感じですね。で、左側面のへこみですけれども、特に、見当たらなそうです。続いて左リアのホイール。左リアのホイールもツヤがあって綺麗ですね。で、ガリ傷がここですね。ちょっとタッチアップしてますけどもありますね。で、リアタイヤも溝はね、まだたっぷりと残ってます。ただ、よく見るとやっぱりちょっとひびがね、入ってきて、ゴム自体もちょっと硬い感じはしますね。はい、続いてリアバンパーです。ここちょっとタッチアップ、線傷をしている感じですかね。そこ以外は、特に、傷らしい傷はないかな？うん、綺麗ですね。で、トランク。へこんでるところも特に見当たらず、リアウィングの色褪せも出てないですね。すごく綺麗なリアウィングになってます。で、トランクのこう上面もですね、綺麗な状態ですね。はい。続いて、右側面見ていきます。右リアの、フェンダー。そして、ルーフサイドと、綺麗な状態になってますね。で、右リアのホイールです。針傷がちょっとね、ここに、あって、右リアは少し傷が多めかなという感じのホイールですね。こんな感じになっております。運転席のドアですけれども、運転席のドアも綺麗な状態ですね。で、サイドステップ周りも綺麗な感じかな。あ、後ろの方、ここちょっと傷があってタッチアップしてますね。で、ドアミラーは2箇所ほど飛び石傷があるぐらいです。で、フロントフェンダー。
ちらは綺麗な状態になってますね。そして右フロントの、ホイール綺麗ですね。ここにちょっとガリ傷があるかなっていうぐらいですね。はい、続いて右側面のへこみを見ていきたいと思います。特に、見当たらなそうですね。続いてルーフです。ルーフのへこみは特になくて色あせもないですね。ちょっと一部ガリ傷、飛び石傷、あるところはありますけども、全体的には綺麗な感じです。続いて内装を見ていきます。運転席のドアトリム周り、微妙に点々点と傷があるかなって感じですかね。で、スカッフプレート周りも綺麗な感じで、フロアマットはですね、ちょっとこう汚れ出てきてますね。この辺りとかは結構汚れてる感じです。で、シートはですね、すごく綺麗なんですけども、まあ一部ちょっとね、ほつれ出てたりとか、ここもちょっとね、潰れてきたりとかっていうのが出てますけども、座面なんかはね、綺麗ですね。助手席側は結構綺麗な感じですかね。と一部、シミっぽいのはあります。で、純正のモモステアリング、まあ多少ちょっと擦れてるところなんかはありますけれども、結構綺麗なステアリングだと思いますね。で、ダッシュボード上も、まあ、傷などは見当たらないですね。ここに多分ね、ちょっとなんか貼ってたんでしょうね。微妙に乗り跡が見えますね。で、エアコンダイヤル周りも綺麗な感じで、ここがちょっと傷がついてるね。ナビのね、多分こう取り付けの時に少しこう傷をつけてしまった感じじゃないでしょうか。で、ETC 車載機と、あと USB がですね、ここに伸びてきてますね。まあ、ドリンクホルダー、シフト周り、この辺りは綺麗な感じで、サイドブレーキ周りもね、綺麗ですね。このインジンはちょっと消えかけてきてるかなっていう感じです。では、エンジンをかけてみたいと思います。かかりね、スムーズですね。いや、すごくいいレスポンスですね。バックカメラはついてないですね。あ、これ、ナビじゃなくてディスプレイオーディオでした。Bluetooth 対応のディスプレイオーディオですね。で、電角のこのね、ミラー、両方とも動くんですけども、結構ね、この開くときのね、左側が音がね、だいぶでかくなってきてるような感じですね。では続いてトランク見ていきまーす。トランクのトリム類、こちらもね、綺麗ですね。こんな感じで、で、ここちょっと傷があるかなっていう感じですかね。車載工具の方も揃って、トランクフロアもね、すごい綺麗ですね。続いて助手席側です。助手席の、ドアトリムも綺麗な感じですかね。まあ、こちら側もちょっと点々点々と傷があるところもあります。で、スカッフプレート周り、助手席のフロアマットは、まあ、多少の汚れがあるかなっていうぐらいな感じですかね。シートはね、ほんと綺麗ですよね。よいしょ。で、リアシートですけれども、綺麗ですね。こんな感じになってますね。はい。天張りの方も綺麗な状態ですね。では、続いてエンジンルーム見ていきます。はい。では、エンジンルーム見ていきたいと思います。まず、ベルト周りからですね。特に変な音はね、していない感じで、エンジンの方も結構ね、静かです。まあ、ヘッドカバーね、ちょっと一部こんな感じで剥げてきているところがありますけれども、
エンジンルーム内もですね、この程度考えるとかなり綺麗な状態ですよね。無限のエアクリーナーが装着されてまして、こんな感じですごい綺麗なエンジンルームになっております。はい。では続いて試乗してみたいと思います。はい、それではインテグラタイプ R、使用してみたいと思います。DC5 の後期モデルになりますね。走行距離が15万4800キロという感じで、まあ、そこそこ走ってるかなといった感じの距離ですね。クロッチはなんか全然大丈夫そうですね、これ。ペダルも軽いです。つながりもダイレクトな感じで、まあ距離が距離なんで、これ1回は変えてるでしょうね。ミッションの方の入りもスムーズですね。結構インテグラってこのね、シフトのリンケージのところのね、このガタというかこうね、ぐらつきみたいなのが出るんですけどね、それもね、全然出てなくてすごいしっかりしてます。それね、出ちゃうともう部品出ないのでね、直せないんですよ。これはいいですね。乗り心地もかなりいいですね。なんか全然ガタガタしてる感じもなくて、へたってるような、なんかね、そんな感じが全然感じられないです。タイヤはちょっとね、ひび入ってきてて硬くなってると思うんですけども、この辺のちょっとガタガタしてるところの道来てもすごく乗り心地いいですね。しっかり感もありますし、でシートもへたってる感じがなくて、弾力性あって座り心地いいですね。室内に入ってくるような変な音とか変な振動も特にないです。で、アクセルのね、レスポンスも良くて、ブレーキのタッチも問題ないですね。今加速もすごい鋭いので、まあ、全然こうね、パワーが押してきてるような、そんな感じはね、見受けられないですね。はい、以上インテグラの試乗インプレッションでした。 HMR では納車前点検にて法定24ヶ月点検の実施と、エンジンオイル、オイルフィルター、ミッションオイル、ブレーキフルード、冷却水の交換を行い、その他車検に通らないオイル漏れやブーツの破れ、走行上不都合な箇所、電装トラブルなど修理してご納車しています。そしてご納車後半年の点検を無料で実施し、以降半年ごとお車をお乗りの間はずっと無料で点検を行っています。皆様のご来店お待ちしております。